山本でうまくターンをした。今度は佐藤雄平、佐藤から左サイド抜けて小池、切り返しをかけてシュートに行った、決まった。対愛媛3年連続ゴール、小池純喜、古巣への恩返しゴール。ここでうまく佐藤選手が前を向いてドリブルで仕掛けながら小池選手を使う、で小池選手のこの切り返し、まあ、これも絶妙でしたよね。まあ、ここで相手を完全に外して、でシュートは逆サイドのギリギリポストのところ、まあ、ここを狙うのは非常に難しいんですけれども、見事なシュートでした。ワンタッチで佐藤がうまく右サイド流していきました。若狭、さあここから若狭逆サイドを見た、で小池胸トラップからシュート、決まった。今日は2点取りました小池純喜。ここですね、このパス、これ絶妙でしたよね。まあ、ここで相手の前の選手が前に行ってたところの逆をつきましたよね。まあ、この若狭選手の一番奥、小池選手を見るボールも良かったですし、この後ですよね、まあ、これ一番奥を見ましたよね。まあ、ただなんといってもここの胸トラップからのシュート、まあ、少しボール下がりながらで非常に難しい体勢だったんですけれども、ゴールの枠を捉える素晴らしいシュートでしたね。佐藤雄平逆サイドを見る、福村グランダーを通していきますが、おここで山本リスト、こぼれ球よく詰めていました、ベルディ3点目。でここ、まあ、クリアミスになってしまいましたけれども、まあ、ここに山本選手が詰めていたことで生まれた得点でもありますね。最後のところキーパーも出てきて、まあ、コースは限られたんですけれども、よくキーパーがいないところに流し込みました。